はい、ということで東京ステーションの小麦パン子です。今日もよろしくお願いします。はい、今日も実況動画です。ゲーム実況動画イエイ。ということで今日やっていくゲームはスマホのアプリでもできます鉄道パークバージョン Z、 こちらのゲームに挑戦していきたいなって思います。出発進行って書いてあるので早速出発進行したいと思います。レッツゴー。同意する。あ、プレイヤーネームとか決められるんだ。ハンコ、プレイヤーネームをパンクにしたよ。お、電車が出発しました。ようこそ鉄道パーク Z へ。はい、ということでなんかできました。ロード完了しました。鉄道の世界にはいつもドラマがある。誰もが鉄道への忘れ得ぬ思い出や情景を心の片隅に持っている。それらの思い出や情景の中をお気に入りの憧れの列車が走り抜けていく、それが鉄道パーク Z の世界です。さあ出発進行。なるほど、じゃあちょっと走らせてみましょうか。走行のメニューを選択します。パークポイント、なんか走らせるとポイントをもらえるのかな。パークポイント走行、マップを選択します。今回ガーデン式、最初だからもう決まってるんだね。最初、あ、いい感じの風景でしたよ。現在は80系東海道本線の、あー、そっか、最初はこれしか持ってないみたい。いいよ、しょうがないからね。これをタッチ、うん、お、すごーい、走ってんじゃん。安全第一って書いてあるけど。進行方向を決定します。なるほどね。今回は駅の左、パンコ右と左が苦手なんだけど、わかるかな。あ、こっちか。あ、まもなく出発いたします。まもなく出発いたしますだってはい、え、自分で、そっか、勝手に動くわけじゃない、ちゃんと走行しないといけないのか。なんだなんだ、 T マスコンを使用します。ブレーキ、ちょっとパンカー説明が苦手なんでなんとなくでやってみます。あ、すごい、こういうことか。最高速、え、4までやったらダメなの。あ、やっぱちゃんと聞いとくべきだったな。遅くねって、ちょっとずつ速くなってくって感じ、もしかして。走ってるよ。画面をタッチしながら動かすことに見たい方向も、へえ、視点ボタンを使うことでそんなことができるの。変更でき、あー、なるほどね、見る場所が変更できるのね。視点、どれ、視点、これが、じゃあ最初は何、これ、今の状態がこれが、このちょっと読めないんだけど、これか、うわ、これ遠いな。あ、こういうのね、そう、こういうのが良かったの。そう。いや、楽しいじゃん。これテンション上がるじゃん。他のも一応見てみるか。駅のホーム。あ、なるほどね。あ、待ってる風な感じね。これね。ね、いつも見てるよ、こういう感じ、駅のホームで。これがいいよ、これ。これよくね。これでしょ。こうでなくっちゃ、やっぱり。すごいじゃん。なんか建設予定地って書いてある。すごーい。早い早い。めっちゃ早くない？え、緩めた方がいい？もっと。やばい、もうノンストップだ。駅が近づいてきました。あ、停車しないといけないのね、やっぱ駅には。あ、そっかそっか、ノンストップってわけにはいかないのね。いや、正しい位置で停車する、マジ。いや、ちょっととりあえず停車の準備を始めます。待って、じゃあちょっと めちゃめちゃスピード落とさないとじゃん。どこ、あ、こういう時に視点を変えるのか。車両の全体、違うな、なんだい。あ、残り52から32メートルくらいのところでブレーキを開始するとちょうどよく停車できる。わかった。どこ今、あ、待って。駅のホーム。これだ。これで行こう。よし。ちょっと待って。固まった。間もなく列車が参ります。ご注意ください。あ、やっと動いた。
どれこれ、あ、もうブレーキかけないとダメじゃん。もうブレーキしてるよ。一回こうしろって、止まっちゃったよって。ごめんごめんごめん、難しいんだけど。あ、え、もうブレーキ、あ、来た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 。いや絶対止める、ハンコは絶対止める。ギリギリを攻めるからこんな電車あったら腹立つよね。ちんたらちんたらしすぎだよね。ちょっとハンコごめんなさい。もう止めていい、来たんじゃね、どうよ。あ、待って、あの赤いとこまで行きたかった。ここか、このこれか。どっちが正解、赤と緑、何色が正解これ。走行しちゃったけど行けたよ。もう初運転だからお見事な運転。ちょっと最初ちょっと止まっちゃったけどね、全然違う場所で来ました。ボーナスがもらえた。そのボーナス何に使えるんだろうか。なんかいっぱいもらった。あ、なるほど、ポイントをもらうとなんか新しい駅とかいろいろもらえるみたい。すごーい。こんな感じでちょっとやってみました。1回目の走行にしては良かったんじゃない。ちょっとまた次回続きをやっていきたいなって思います。新しい駅が開放されたから次は違う駅にピタッと止めれるように頑張りたいと思います。それではいかがだったでしょうか。皆さんも面白いと思ったらこのアプリ入れてみてね。それでは私小麦パンクでした。またねー。